岩戸八幡神神社は、東京都狛江市岩戸南にある神社である。現在では、周辺住民からは単に、八幡神社と呼ばれることもある。江戸時代に存在した、岩戸村の鎮住者。元禄元年、鎌倉にある、鶴岡八幡宮のお上手をかけた相撲に、世田谷城主の吉良よりに従っていた岩戸の秋元、二座衛門が勝ち、岩戸に、 八幡神心臓を持ち帰って勘定されたとされる。江戸時代に岩戸村の陳述者に定められ、明治4年には孫社に、列格、明治37年、阿佐やど屋敷の桜明神、あざ古屋敷の神明社を合祀した。社前には池があり、鯉が泳いでいる。池の中にあるマッシャイつく神社は、司書島姫命を祀る。拝殿狛犬や臭いよけ、地域安全。 家内安全、海運奨福、現在までに、愛殿に、桜大臣、天照ス大臣、飴の小屋根の命、大山組大臣を祀る。2020年12月21日閲覧。境内刑事より、岩戸八幡神社東京都狛江市岩戸南神社と、古事記。2020年12月20日閲覧。小前市役所。小前市。狛江市役所。 2020年12月20日閲覧。岩戸八幡神社小前市岩戸南の神社、猫の足跡。2020年12月20日閲覧。新編武蔵風土機構より、女地・五世照明帝外にあり、村の鎮守なり境内刑事より、社殿は明治3年改築し、さらに昭和37年8月、木造一部鉄筋コンクリート作り、後輩付け拝殿。 銅板武器、相立鉄砲に十五坪余り、近代的にして、数言を極めた神殿である。ありがとうございます。